エミュレーターを使うことに対しての、そのね、大丈夫なのかっていうところを、ちょっとね、今日はお話というか、録音しておこうと思ってね。ただね、やっぱり、ちょっとだけグレーな部分もあると思ってるので、でも、配信で使う分には全く問題ないと考えているので、その考えをね、ちょっと話しておこうと思ってます。まずエミュレーターね、大前提として、ね、違法ダウンロードとかは絶対ダメ。ね、ソフトはもちろんそうだけど、その見落としてる部分が本体のね、BIOS ね。要は、本体ないのに遊べちゃうと、それも、違法です。ソフトを買ったとしてもね。だから、ソフトも本体も持ってるよっていう状態で、プレイする分には、エミュレーターは全く問題ないと考えるんですが、ね。そのエミュレーターを使う過程、ね。まず、そのね、ソフトのデータを吸い出すのに、本体を少し改造しないとダメです。カスタムファームウェアというものを入れてね。改造って言ってもそんなに、外部から手を加えるわけじゃなくて、中身をね、ちょっとね、非公式の、ファームウェアというものを入れます。で、本体を改造することは違法なんじゃないかって思うかもしれないんですが、これは、もう判例が出てて、ソフトというかハードね、ハードの改造が違法かどうかっていうところは、違法ではないんですね。うん。買ったものを、購入したものをね、個人がどう遊ぼうと、勝手だよっていう判例がもう出ています。ただし、もちろん何でも認められるわけじゃなくて、ね、ね、何でも認められるわけではなく、で、そう、改造してもいいし、別にね、チート機能を使ってもいいんですけど、それはあくまでも個人で使う場合。何もね、何も配信とかしない状態で個人で遊ぶ分には改造してもいいし、チート機能を使ってもいいし、その辺は遊ぶ人の自由なんですが、配信をするとなると、そこに規制がかかってきます。例えばね、チート機能を使うと、そのね、メーカー側が意図しない、ね、進行をしてしまうわけですね。例えばこのボスはもう、一回では倒せなくて、プレイヤーがいろいろ試行錯誤して、レベルを何度も上げて、倒す。ように設計されているものを一発で倒しちゃったりね、すると、そのメーカーが意図した演出を、うまく機能させていない。うん。意図的に変えてしまっているゲームバランスを、というところで違法になります、それは。ね。なので、まず、チート機能は絶対使えません。配信においてはね。で、じゃあ何がそのグレーなのっていうところで、そのね、メーカーが意図しない演出っていうところで、例えばね、エミュレーター、100%、実物の機械と同じ動作ができるのであれば、全く問題ないと思うんですが、
100% 再現できてるかどうかっていうところはね、僕には検証もできないし、立証もできないので、そう、例えばそれが 99% の再現性だったとしても、もし何らかのバグが起こって、それが本体では、本当の機械では起こらないものであった場合ね、そういうのが起こってしまった場合に、メーカーの意図しないね、本来は起こるはずのないバグを起こしてしまったっていうね、メーカーにとってマイナスの印象を与えてしまうのでね、そこがグレーな部分だと思っています。ただね、これはだから自分が持ってるソフトを、抽出して、吸い出して、で、自分が持ってる機械の、バイオスを抽出して動かす分には全く問題ないんですが、ね、それが本当に 100% の再現かどうかがわからないところがグレイ。でも、そこはね、エミュレーターの開発者を信じてやるっていうところで、やることに対しては問題ないのかなと考えています。ね、ただそういったどうしてもグレーな部分があるというところで、メーカーからとか、ね、権利者から、やめてくれというようなお話があった場合は、すぐにやめますよ。全部消しますよっていう、ことをね、最初に言っとこうと思ってね。ちなみにね、本体の改造、カスタムファームウェアを入れることは、違法ではないですが、メーカーの規約には反するので、ね、保証とかは受けられなくなります。なので、そこが自己責任であるならば、自分で責任が取れるのであればね、それは問題のない行為です。っていうところですね。はい。長くなりましたけど、エミュレーターで配信することに対して、ね、いろいろ言われる可能性もあるので、あらかじめね、僕のこの見解を表明しておいて、これをね、YouTube かなんかにも載せておいてね。もし言われたときは、僕の考えはこうなので、それを見てください。ね。毎回説明するの面倒だからね。なので、ね、違法行為は絶対にやめましょう。あ、売っても貸してもダメなんだね。ね、データをパソコンに残した状態で、売ったりしちゃダメっていうことね。全部消せば OK だと思うよ。ね、データだけ抽出して売っちゃったら、結局ソフトないのに遊んでるとのと一緒なので。でも合ってるかわかんないよ。僕の解釈だからね。そんな感じで、はい、やっていきます。